Google ドライブとは Google が提供するオンラインストレージサービス。Google ドライブは2012年4月25日にサービスが開始された。Google のクラウドストレージにファイルをアップロード及び管理ができる。Web ベースのファイルビューアが用意されており、Photoshop やイラストレーターなどの閲覧や HD ビデオの再生に対応している。Web 版には Google ドキュメントや Google スプレッドシートが標準でインストールされており、ドキュメントファイルやスプレッドシートファイルが作成できる。この標準アプリ以外にもサードパーティー製アプリをインストールできるため、そのアプリを使ってファイルを作成編集することが可能になる。また Windows や Mac OS 用にはオンラインストレージ上のファイルを同期するためのデスクトップアプリケーションが提供されているほか、 アンドロイドや iOS 用にはオンラインストレージ上のファイルを編集するためのクライアントアプリが提供されている。ストレージ容量はサービス開始当初だと 5GB だったが2012年4月のアップデートによって Gmail、Google、Google ドライブのストレージ容量が統合されて 15GB に増加した。なお、ストレージ容量が統合されたため各サービス同士で 容量は共有される。2021年6月1日より適用される予定となっているシンポリシーにより、シンポリシー適用後2年間にわたって Google ドライブのサービスの利用がない場合や Gmail、Google フォトの後継として運用されている Google フォトと合わせてでストレージ容量を超過している状態が2年間続いている場合には早いと2023年6月1日にも Google ドライブ内の全てのコンテンツが削除され、ストレージ容量を超過している場合には、Gmail と Google フォトに保存されているコンテンツを含めた全てのコンテンツが削除される予定となっている。ありがとうございます。